水野美希のシネマライフ YouTube。 やんわりだけどバッサリじゃないですか。でもウルトラマンがちょっと好きだって言ってその好きなウルトラマンとかあるんですか。それはちょっと言いづらいですか、こういうところは。ありますあります。でももうファンにはバレてます。あ、じゃあ言っても問題ない。大丈夫です。あの歴代のウルトラマンの中で監督的には、まあ、その最初の方のウルトラマン、ウルトラセブンあるじゃないですか、うん、初代。その後のね、帰ってきたウルトラマンと、はい、ウルトラマンエースと太郎あたりが僕結構好きで、じゃあ昭和2期って呼ばれてるんですけど、僕でもそこをずっと再放送で見てましたから、うん、そう馴染みがあるんですよ。関西再放送結構してたじゃないですか。すごい見てました僕。なんか夕方特にウルトラマンとセブンと帰ってくったウルトラマンは結構やってた。太郎が一番好きでした。なんかね、なんか太郎は私見てないけど、どの辺がいいんですか。なんか持ってきてもやりますか。なんかせっかくですからね。そうっすよ。こんなにウルトラマン名前当てクイーン。イエーイ。ちょっとちゃうんですか。私物のウルトラソフビを山ほど持ってきたんで、お、多分ジュさんは分かっちゃうから。もう分かっちゃいますね。僕はこれ持ってましたもん。ミキさんにこれを名前を当ててくださいっていうので。うわー、すごい。昭和のウルトラマンと平成の代表的なウルトラマンを持ってきました。うわ、すごい。こうなのでいい、本当私物ですか。本当私物です。いや僕もこれ私物ですけど、家でウィーンとかはやってない。スラッチとかはやってない。でも僕もあのこの昭和の方のウルトラマンって子供の頃全部持ってましたね。なんか本当、はい、男の子が好きなんだよねウルトラマン。並べてましたやっぱり。こっちは新しいでしょ。これも、うん、名前わかります。ウルトラの父。ビボン。これお父さん感あるけど、ちゃんとヒゲがある。そうなんですよ、ヒゲがあるのか。プラスでもやっぱりプロレスのあの感じもありますよね、うん、角がね、やっぱありますから、うん、この角ってこう父感がある。じゃあ母を探してください。バローとか母ね。ああ、もう僕分かっちゃいましたよ。います。ちょっと待ってね、こっちから見て。あ、そうこれね。どれね。お母さんはおさげなのよね。知ってるって。ドラズのこの角に合わせてこう上と下ですよ。ね、このおさげ感ね。微妙なこのサイズ感のさ、ちょっとお母さんウエストもキュッてなって、うん、お父さんよりちょっと色全体的に華奢で小ぶりで。お父さんやっぱね胸板厚いんですよ。そうだよね。うん、これなんでご存知なんですか。ウルトラの父と母、子供の頃やっぱ見た記憶が。見てた記憶があるの。見てた記憶がある。どれが太郎これあともうみんな似てるよな。あ、これだけなんかちょっと違う。ちょっと待ってください、ね、目の前にでかい人います。そうですよ。あ、これこれですよ。セブンです。これセブン。本当だ。セブンはなんか細かいですね、デザインのこの辺の柄が。そうですね。太郎は太郎ね、太郎探しましょう。太郎もあれですよ。太郎はもうシンプルですよ、この頭。お父さんとやっぱその一番ね、うん、直系なんですよ、太郎は。あ、そうか。このお父さんとお母さんから生まれる子がどれだですよね。そうですよ。この子か。ビボンビボンビボン。正解。データ太郎。また青年感ありますね、お父さんと並べると。そうです。太郎の声わかります？シュワッチとかあるじゃないですか。あ、はい、ある。あ、わかんないです。わかりますよね。太郎の声特徴的なんです。え、太郎の声って何でしたっけ。とわーとわーとか言ってましたっけ。へーとわー見てください。今ね、つぶらやイマジネーションっていう、はい、つぶらやさんがサブスクで、あ、もう安い500円かな、500円で、もうあのウルトラ見放題。すぐ入会してみます。全部あります。あ、本当ですか。最高、それです。この3人、平方ですから。兄弟ですか、この3人。まあ、一応、ウルトラ兄弟、みんな兄弟なんですか。みんな兄弟なんですか。大体みんな兄弟。みんな兄弟だけど、太郎だけは息子で直系なんですよ。そうです。あ、でもその辺当ててください。そうです、そうです。お名前あります。名前がある。ある。はい。太郎、次郎。いや、そんな、なんかもう基本の人がそこにいます、基本の人は。基本の人。まあ、俗に言う、ファーストですよ。ファースト。え、セブンもわかるけど、セブンの前の人です。早田隊員が変身してシュワッチっていう人。最初ですよ、最初。概念がないんだ。
ウルトラマン。あ、そうか。そういう概念がないんだ。もうだからあの概念大概念をすごい言いますね。そうです。だからもうウルトラマンですよ。ただのウルトラマンが最初です。はど、いや絶対見てください。もう多分センス。これ。ああ。違う。まあ正確に言うとこの方もファーストのウルトラマンには出てますけど、あの最終話あたりに。はいはい。これね最終話に助けに来るんですよ。へえ。私は命を2つ持ってきた。そうです。その命をハヤタにあげよう。どっちだウルトラマン初期は。こっち。正解。ね。これがウルトラマン。え、ウルトラマン助けに来た人。これかっこいい名前ですよちょっと。うん。ウルトラマン、うんうん、ウルトラマンなんとかでしょ、なんとかじゃないです、もうそこだけで言われる感じで、もうカメラ裏で回してる、みんな分かってますよ、みんな分かってる、女の子はみんな分かってないでしょ、やっぱね、男子が好きなのウルトラマン、でもね、実際ね、このキャラクターはね、男子人気すごかったんですよ、僕らの周りでは、そうやっぱり、じゃあ正解お願いします、お願いします、ゾフィーでございます。あ、知らなかった。ゾフィーがいて、これ似てるということはどういうことですか。ウルトラマンと似てるってことは、さっき監督が何回見てましたよ、その昭和で2期で好きなウルトラマンなんですかって聞いたときに、まあ、ここから最初に言ったやつ。帰ってきたウルトラマン。そうですよ。これだから帰ってきたウルトラマンなんですよ。そう。昔は新ウルトラマンって言ってたけど、今なんか新ウルトラマンややこしいですから。ああ、どっから帰ってきたの？さすがです、さすがです、放送枠に帰ってきたちょっと否定できない、そうですね、ちょっと否定できない、そうです、帰ってきちゃうと、おかえり、おかえりこの子はこの子はね、ちょっと難易度高いと思う、そうですね、これは難易度高いと思う、ここだけが、ここが赤いんですよね、うん、そうです、あとこれ、この方が僕のリアタイで初めて生で見たんです、そうですね、生で見てた、しかも、うん、当時多分あの当時ですからゴールデンタイムだから、主人公が学校の先生です、へー、初めて買ったレコードもこのやつの主題、マジで、そうです、タリスマン、はい、あ、すげえ、ちょっと歌ってみて、歌ったらね、あのまんま言っちゃってるんですよ、あ、確かに、セブン、セブン、セブンみたいな、あ、そうセブンって言いましたよね、セブン、ヒントになりますよ、そうですね、ブルーエイト、あ、欲しい、お、来た、ちょうどその頃の放送なんだよな、何年放送でしょうかっていう、何年代放送、90年代、いや、僕の頃80年代、おエイティ、エイティ、はい、あ、そうなんだ、ウルトラマンエイティ、ウルトラマンエイティっていう、これをね、子供の頃歌ってましたよ、これちょっといかついですよ、これも、それね、ハローの次です、そうです、これだけ唯一ね、兄弟じゃなくていとこのはずなんですよ、うん、で、この人にまた兄弟がいるのね、そうです、そうです、アストラさんがいる、そうです、そうです、下半身全部真っ赤なのね、この人は、そうですね、あ、そこに目をつけるんです、うん、なるほど、そこに言う赤トラマン、赤トラマン、赤トラマン、へぇ、赤部分が多いからね、そうそうそう、動物感のある、あ、なるほどね、動物、顔がちょっとさ、グリーマンに似てない、いや、グリーマン知ってて、この人知らないグリーンマンすごい好きですからね、そうですね、星座、星座です、星座のペガサス、あー、まあでもまあまあそういうことです、翼っぽいもの、ね、頭に乗っかってる、あー、これはね、エイかな、たてがみなの、たてがみです、たてがみ、馬、ホース、あ、馬以外のたてがみ、馬以外の、あ、あ、ライオンだ、お、ライオンを、じゃあもう手塚治虫風に言うとさすが、さすがですね、さすがですね、レオ、レオ、すごい、ウルトラマンレオでございますよ、ヒントがライオンなんですね、ちょっと待って、僕の大好きなこの人忘れてます、そうですよ、この特徴的なもみあげが特徴的な、あ、もみあげ、ちょっとあれですね、子供っぽい体型ですね、男性と女性が合体してなるんです、そう、へえ、お互いピョーンジャンプして回転、空中で回転してクロスしたらなるんです、光がピカーって、すごい、そんなのがいたんですね、ウルトラマンに、わかりません、早っ、いやトランプにもいます、そうです、最初の、最初エース、正解
親切だな、このクイズすごい親切なクイズ。です。ここまで昭和です。です。そこから平成3部作になります。うわこれすごいですよ。全然なんかこれはでも僕もさすがに世代ではなかった。あのオンエアされてるのは知ってたし、じゃあ時々見てましたけど。昭和の皆さんにちょっと一旦一緒に集まっていただいて。やり方が雑い、急に雑い。平成のこれ時系列でって言えば時系列どっちが順番、そうあこうだねこうだね1、2、3ですね、はい、まずここに平成3部作と鶴野武さん鶴野武さんです、これが鶴野武さんこれが鶴野武さん、鶴野武さんは何だっけウルトラマン大ヒント TDG って言われる、ああウルトラマン T ウルトラマン D ウルトラマン G 頭文字ですね、頭文字ですね、タイガ、お、惜しいけど令和と平成の間にいました、タイガ。タイガ。これは D、うん、ウルトラマン D が、ああなんかバジった、でもまあでも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 そっちケースなんかかすってます、でもいや悪魔になっちゃった、ドスコイ、ドスコイじゃないですよ、もうまあもうあもう当てる気ないなもう当てる気ない、ドヤサドヤサいいでもかドヤサでいくプリオッシュです、ドヤサウルトラマン、はい、あどうぞ、だから、ティガですよ、ティガです、ティガ、ティガです、うーん聞いたことないです、ティガです、ティガと D です、ダイナ、ダイナ、あー、ダイナ正解、ありがとうございました、そして G です、 G、 ガイ、ガイザー、ガイザー、ガイザー、ガイツ、違います、街ある、高速沿いでパチンコ屋でよく見ます。ガイア言っちゃった。ガイア正解思わず言っちゃった。これのガイアが僕は一緒に演劇ユニット組んでたやつなんですよ。あ、そうなんだ。吉岡武史って言って。一時ずっと一緒に舞台チーム組んでやってたやつが、このガイアの主役だ。吉岡君。吉岡武史君。時間に制限があるかもしれないけど。はい、新作があるんですよね。あ、忘れてます、ね、忘れてもうずっとしゃべって、そうです、新作あります、あ、はい、ぜひぜひ、あのね、ちょっとうちわの話していいですか、どうも、もちろんもちろん、あのね、オファーいただいたんですよ、YouTube の、はい、いただいたんですけど、その新作の撮影が忙しくて、うん、ごめんなさい、その月は無理ですみたいな、おー、来月ならみたいな感じで、ようやく今ここに来て、あ、ありがとうございます、で、ウルトラの話になるだろう、ウルトラの話しかねえなと思った時に、はい、これ円谷さん内緒で話ずれえわと思って、おお、まあまあ、円谷さんにちょっと話していい、うん、そしたらちょうどこのタイミングのオンエアだと新作の話もしていいってなって、おお、で円谷さんが「ああぜひぜひ」ってなったから、あ、じゃあ新作の話しちゃえっていうことでいろいろ資料が回ってきますよ、これはすごいですよ、これは、これは今日僕初めて見た、新しいドラマです、まだ世に出てない、出てない、うわーすごい、出てないはここにいる人しか知らない、だってこれまとめ通りだから、かっこいいだから情報解禁まだなんですよ、この時点では、ちょっと見ていいですか、ちょ やめてください、やめてください、写メ撮らないおで、どう、これはね、どうとか動くんですけど、はい、ちょっと今、諸事情で動かさないでおきましょう、そうです、まで、うん、そう、でもこのデザインも見せるのも見せて大丈夫、これは見せて大丈夫、あ、これを持ってやった、変身します、これ変身できちゃう、すごい、こうなる、これちょっと、すごくないですか、これ流されてる、すごい、今、何も名前言ってないな、新作の名前が、あ、よそれも言っていい、言っていい、はい、ウルトラマンアークでございます、アークウルトラマンアークアークで、なんでアークっていうのかはちょっとまだ言えない、なるほど、はい、テキスト資料がございます、はい、わ、こんなの、なんか読んでください、すごい、なんか読んでください、ウルトラマンアーク、はい、ウルトラマンアーク2024年7月いや放送開始、資料放送開始、とある町、星本市、読むスタイル厳重なね、この資料を今、ね、なぜか、そうですよ、シネマライブの YouTube の、そうですよ、こんなところでもう、あの完全に乗っかっちゃってますけどね、この番組にいや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 、ありがたいですよ、メイン監督辻元さん、聞いてください、そうなんです、あの7年やって、はい、ついに8年目でメイン監督となります、おー、メイン監督、はい、ありがとうございます、おめでとうございます、俺もメイン監督なんてやらねえんだろうなと思ってて、なんかよ、脇でこちょこちょやる楽しさってあるんですよ、あ、まあそれはそれであるけど、メイン監督が作ってくれた世界観で脇で楽しく撮るっていうのあって、でまあ
なんとなくそのポジションでずっとやってたから自分はそのポジションでなんだろうと思ったらなんか円谷さんがなんだろう気まぐれかななんだろうな気まぐれいやもうこれ気まぐれではない席替えなんかされてですよでオファーがあってもう俺もそろそろ年だしここのチャンス逃すとダメだと思ってやらさせてすごいタイミングで俺 YouTube 出ていただいてそうなんですよもう撮影絶賛撮影中ってことですねこれがまたややこしいんだけど、はい、ちょっと言いづらいなだ、うん、先月はお忙しかったってことですよ先月は撮ってた今絶賛仕上げはやってますおーそっかそっかねこれは楽しみですね2024年7月毎週土曜日のはいこれは言っていいはずですよ6日ですね7月6日7月6日からスタートウルトラマークああすごいでね今映像をね視聴しました、ね、だ出そうとしてくださってあっうわすごいこれは円谷さんのロゴだけど一応ねそうあるじゃん音出ないですよ わすごい合成すごいあ怪獣すごいうわすごい迫力うわビルがうわビルがえなんか後ろ見たぞ今今見えたぞ一瞬これが主人公これが主人公あれかわいいかっこいいかわいい君の力が、あ、これだ。こうやるんだ。私の力となる。あ、変身した。あ、わ、オッケー、オッケー、オッケー。オープン撮影、オープン撮影。おお。これは新怪獣、新怪獣。うわ、かっけえ。解き放て。だって。ちゃんとチョップとかあるんだ。ありますよ。想像の力。いやー、いいじゃないですか。おお。なんか出てきた。なんか出てきた。なんか出てきた。こっから出んの？わ、なんかすごい。なんか来てる。なんか来てる。なんか鎧を着ている鎧を着ているパワーアップしてる、うん、かっちょいすごいうわーうわーあでございますすごいでもなんかウルトラマンワークなど後ろバックがちょっとこの昭和な感じもあえて入れてるっていうかあ、わかりましたさあさすがですねねえ帰ってきたウルトラマンの感じですよねそうですあの後ろのキラキラねはいそうですね気づいたらそれをやりたいって言ってました気づいたらいやいやいや体がああ後ろキラキラさせたいみたいなすごい懐かしい映像でしたねそうですねそうですあれ CG じゃないんですよえそうなんですかあのキラキラ CG じゃなくて、はい、わざわざキラキラするビーズとか並べてそれを回転台でくるくる回して照明当ててカメラでわざわざ撮ってで途中でフォーカスボケにしてっていう昔ながらのやり方でそれ当時のやり方でやり方でやっただからだ CG だとやっぱりさパソコン上でやっちゃうとねもうあの決まりきった動きになっちゃうからじゃあ本当に昭和とこの令和がコラボしたオープニングのあの映像なんですねもうスタッフはここに時間かけんだみたいな空気になってましたそこいいすごい言わなくていいですよ今いいエピソードで終わってたのになんでそれ挟んじゃうんですかみたいな空気に耐えながらもあなるほど俺はこれやりたいんだいやもうでも僕がやっぱり刺さりましたからよかったうわね、監督毎回ねあの自分の監督作品の回になると、うん、飼い犬の柴犬の名前なんムーちゃ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 ん柴犬ムーちゃんどっかに出すんですよあそうでねあの唐橋が出たあの宇宙侍残念の回では喫茶店で唐橋が開いてる読んでる新聞の下にねあのムーちゃんの絵があちゃんの絵があのペットフードの広告の扱いで写真か写真を出てるんですなるほどビーズスタッフに渡してきっと今回アークにもね登場すると思います、うん、ムーちゃんムーちゃんがねそうヒッチコク映画に必ずヒッチコク出るようにはいはい強さの場合はムーちゃんが出るともうじ本物生のムーちゃん出るかもしれないこれメイン監督そのうちね写真じゃなくてそうですよ、うん、ムーちゃんが実写のムーちゃんが出るかもしれない爆発されてるんだからねムーちゃんね人嫌いなんだよずっと動いちゃって、ええんつってぐるぐる、ま、あの吠えながら回っちゃって、ムーちゃん、なんで人嫌いなんすか、ハーハーなっちゃって、ダメなんですね。もう11歳だし、現場にはちょっと連れていけないから、じゃあ写真かあの、あの手この手でなんとかね。なるほど。ムーちゃんがどこで出てくるかもお楽しみということで。俺は言ってない。俺はチャックチャック。いやいやそうなんですよその告知が言えてよかった貴重なお話貴重なお話たくさんありがとうございましたあれもう終わりいやいやもうこれで1本目終わり チャンネル登録高評価をお願いいたしますやれることは何でもやりますだそうですまた僕だけ